二十七、初瀬詣、帰路、宇治へ、金家の出迎え。かくて、今しばしも荒ばやと思えど、あくれば、ののしりて、いだし立つ。かえさは、忍れど、ここかしこ、あるじしつつ、とどむれば、もの騒がしゅうて、すぎゆく。みかというに、 今日につきぬべけれど、糸をくれぬとて、山城の国、くぜの三宅というところに泊まりぬ。意味中難しけれど、世に入りぬれば、ただあくるを待つ。まだ暗きより行けば、黒みたるものの、ちょうど置いて、走らせてく。やや遠くより降りて、ついひざまずきたり。見れば、 随人なりけり。何ぞ、と、これから問えば、昨日の鳥の時ばかりに、宇治の院におわしましつきて、帰らせたまいのやと参れ、と、大せごと、はべりつればなん、という。先なるおの子ども、とを促せや、など、行う。宇治の川によるほど、霧は、 岸方見えず立ち渡りて、糸おぼつかなし。車書き下ろして、こちたくとかくするほどに、人声多くて、見車下ろしたてよと罵のしる。霧の下より、例の網代も見えたり、言う方なくおかし。自らは、あなたにあるなるべし。まず、書く書き手渡す。 人心、宇治の網代にたまさかに、夜日をだにも尋ねけるかな。船の岸によするほどに返し。帰る日を心のうちに数えつつ、誰によりてか網代をも問う。見るほどに車書き据えて罵りて差し渡す。糸。 やんごとなきにはあらねど、いやしからぬ家の子供、何の像の君などいう者ども、長え、富の尾の中に入り込みて、日の足のわずかに見えて、きり、ところどころに晴れゆく。あなたの岸に、家の子、F の助など、買い連れて見おこせたり、中に立てる人も、旅立ちて、仮りぎぬなり。 岸の糸高きところに船を寄せて、割のをただ上げに担いあぐ、長江を板敷きに引き掛けて立てたり。としみの儲けありければ、床を物するほど川のあなたには、あぜちの大納言の老じたもうところありける。このごろのあじろごらんずとて、ここになん物下も,のしたもう、 という人あれば、こうてありと聞きたまえらんを、もうでこそすべかりけれ、など定むるほどに、もみじのいとおかしき枝に、きじ、ひおなどつけて、こうものしたもうと聞きて、もろともにと思うにも、怪しゅうものなき日にこそあれ、とあり、恩えり。 ここにおわしましけるを、ただいまさぶらい、かしこまりは。など言いて、ひとえぎぬぬぎてかずく。さながらさしわたりぬめり。また、こい、すずきなど、しきりにあんめり。あるすきものども、えいあつまりて。いみじかりつるものかな。みくるまのつきのわのほどの、ひにあたりてみえつるは とも言うめり、車の尻の方に、花もみじなど優したりけん家のことおぼしき人。地高、花咲き、なるまで、なりにける日頃よ。と言うなれば、尻なる人も、とかく、依頼などするほどに、あなたへ、船にて、皆差し渡る。論能弱ん者ぞ。とて、 皆、酒飲む者どもをえりて、いて渡る。川の方に、車迎え、指示、立てさせて、二船にてこぎ渡る。さて、えいまどいて、歌い返るままに、見車かけをかけよ、と、ののしれば、こうじて、いとわびしきに、いと苦しゅうてきぬ。あくれば、 御景の磯ぎ近くなりぬ。ここに下もうべきこと、それそれ。とあれば、いかがわとてしわぐ。儀式の車にて引き続けり。下塚へ手振りなどがぐし行けば、色節にいでたらん心地していまめかし。月たち手は、大蔵へのケミヤとし騒ぎ。 我も物見の急ぎなど失するほどに、都合盛にまた急ぎなどすめり。